CL 開局4周年を記念しまして8月14日に、LDH クラブチャンピオンシッププレイフォービクトリーが開催されます。すごい、はい、すごい、昨年はですね、およそ5000人のファンの方に、現場に来ていただいて、はい、でサッカーチームのアキラさんのチーム、LDH エスペランサと、中目黒リュージーズ対決したんですけど、負けましたね、しっかり負けたな、負けたんだよ、ね、結構悔しかったな、普通に悔しくて、うん、結構接戦だった。いや、勝って、勝って、勝ったんだよ、もはや勝った、うん、だけど負けたんだ。ちょっと日本語難しい、難しいんだよ。負けた、負けた、負けた、それが本当に悔しくて、で今年はね、もっと勝ちたいなっていうので、でもね、なんかパワーアップしてるんですよね、今年は。そうなんですよ。ララアリーナにて開催します。ララアリーナ、ララアリーナね、めっちゃでかいとこだ。ケンちゃん、はい、何ですか。そうなんですよ、私山下健二を率いる LDH ゴルフ部、ゴルフ部、LDH フルスイングクラブが参入するということで、そしてさらにゴルフ部です、私部長やらせてもらってるんですけど、はい、さらにバスケットボール部があるんですよね、中目レモンスティーラーズの4チームでの対戦となります。バスケもやってる。俺はやってない、バスケやってないけど。バスケ誰がいいんだ。バスケって元々やってたよね。やってたけど、あの2個持つとしんどいから、ゴルフにしようと。何で勝負するかですよね。だからこの間、去年はキックベースでしたっけ。キックベースと、ストラックアウトと、あとはこの飛距離ですよね。でそれを今回4チームでゴルフの部長っすよね、でも部長より上手い人いますかね、そう、それはね、そう、今だからゴルフ勝負になったら、はい、申し訳ないけど、野球チームの俺が、ゴルフチームの部長に勝つってことだからいろいろ球技やってる人いるじゃないですか、だからいい勝負になるんですか。確かにね、OKOK、そうそう、俺もエリーもだってバスケもやってるし、運動会的な感じ、いろんなね、そうそうそう、いろいろやろ。はい、そんな感じでですね、こちらの観戦チケットはですね、CL プレミア会員限定で、5月16日から、予約受付がスタートしますので、皆さんぜひ応援に来てください。はい、お待ちしてます。